東京都都民安全推進本部は東京都庁の部局の一つ。都民が安全安心を実感できる政府シティの実現に向けて都民安全、治安対策、交通安全、若年支援の各施策に取り組む。2005年8月1日、警察庁で局長や長官官房監察官を務めた竹原豊が石原慎太郎知事のもと、 自身が本部長を務める緊急治安対策本部と青少年育成総合対策推進本部及び生活文化局都民生活部の一部を統合して青少年治安対策本部が発足。下金業務のほかに心の東京革命運動推進。2010年には漫画やアニメを非実在青少年として規制する東京都青少年の健全な育成に関する条例。 改正を推進したが、漫画家や出版社などから強い反発を受け、社会問題となった。2019年4月1日、全身の青少年治安対策本部で所管していた業務の一部を保健福祉局や生活文化局に移管し、規模を縮小し、名称を変更した。青少年の健全な育成を目的に、引きこもりニート対策、非行少年の立ち直り支援、 通学路の安全対策、不健全と書類の規制、インターネット上の有害情報対策などを扱う。振り込め詐欺対策や不法滞在外国人対策、落書き消去活動の支援を行っている。また、2004年より、歌舞伎町上下作戦が展開され、歌舞伎町で営業する違法な風俗店及び客引き、等の取締りが定期的に実施された。飲酒運転。 交通事故防止、防相続対策、渋滞対策等を行っている。渋滞対策では、スムーズ東京21拡大作戦から、ハイパースムーズ作戦と名称を変えながらも、交差点と道路施設の完了や、信号制御の高度化など、ハードソフト療法を組み合わせ渋滞の解消を図る施策を実施している。本部長は、警察庁から、キャリアの警察官僚が出向。 2019年4月、東京都は引きこもり対策に力を入れるため、青少年治安対策本部を東京都都民安全対策本部に名称変更した。それまで青少年治安対策本部が引きこもり対策を担当していたが、引きこもり問題が深刻化していることから、福祉保健局に同問題の部署を遺憾。他にも青少年対策の一部が、 生活文化局に移管された。これにより、青少年、治安対策本部は80人規模から60から70人規模に縮小されることとなった。東京都都民安全推進本部、公式ページあたり本部について、東京都、秘術在青少年に関する条例案の解釈など、見解を発表、文化が滅びる、都条例、秘術在青少年に、千葉哲也さん、 長い号産らき期間、ゼロからわかる、東京都青少年健全育成条例改正、問題第5回ごともおひでし、小坂信人氏ら途条例進歩に登壇、非実在犯罪規制を語る漫画の中で犯罪を、表現したらアウト東京4月から、組織再編、住宅政策本部を設置へ。ありがとうございます。